私は今年の春から大学生になるのですが、京都の大学なので、一人暮らしが始まります。楽しみなこともたくさんありますが、今から不安でいっぱいです。汗。源さんは一人暮らしを始めたのはいつ頃からですが、か、えー、あと、ホームシックになりましたか、うん、あー、こうなんか、いい質問ですね。あの、爽やかな質問ですね。僕は、あの、一人暮らしを始めたのは18歳えー、と、高校卒業してすぐです。 で最初は阿佐ヶ谷の六畳一間の風呂なしのアパートから始めまして、バイトをしながらって感じでしたね。で、あの、えっ、ー、と、一人暮らししたかったっていうのもあって、結構楽しかったです。なので、あの、あんまりホームシックっていう感じではなかったですね。なので、あの、一人でいることが結構昔は好きだったので、なんで、あの、えっ、ー、と、こたつにずっと入ってました。<laughs> 家にいる時はずっとこたつの中でこう寝るのもこたつみたいな感じでしたねであのー、あれだ、えー、と銭湯に通い、えー、銭湯に通ってえっ、ー、とコーラを瓶のコーラを飲むのがすごい幸せな瞬間でしたねなのであのバイトしてた全然金がなくてあのー、あれですよ米米と塩とかでしたよ食事が あとはパスタと醤油とかでしたよね <laughs> ソースを買う金がないっていうであの大量に米をね安,安めのお米をですね探してきて買ってですねえー、それでなんとか食いつなぎであのお給料が出るまでっていうかまあその何ヶ月か働いてえっ、ー、とちょっと落ち着いて半半年ぐらい経ってかな あの、ずーっとこう、し素な、しっなっていうか、完全に栄養不足の生活をしていて、あの、初めてパンを久しぶりに、パン屋で買って食べて泣きました。あの、<laughs> こんなにうまいのと思って。俺、その実家にいる時にパン、そんな食べなくて、ご飯が好きで、パンが出てくると、なんでパンなのって思ってたんだけど、パンってこんなに美味しいんだと思って、そんな思い出があります。え